プレゼント。腕時計よ。ずっと汚いのしてるんだもの。私の運転手なのに恥ずかしいじゃない？お気持ちだけで結構です。だって今夜は琴美さんの卒業祝いじゃないですか。立場が逆です。じゃあお祝いにキスして。おやすさんに殺されます。社長がお呼びです。龍子、お前が前から言ってた例のカジノの件だが、なかなかいいアイデアだ。資料を見たが、よく考えてある。ありがとうございます。実はもう店の目星もつけてまして。失礼します。今大事な話中だ。後にしろ。私が呼んだんだ。翔さんがどうかしたの？西島翔君と言ったかね。君なかなか見どころがある。ただの運転手にしとくにはもったいない。明日から龍吾の面倒を見てほしい。大事な息子だ。よろしく頼むぞ。ありがとうございます。パパ、勝手に決めないでよ。私の運転手よ。お前にはまた別のやつをつけてやるよ。いやよ、私絶対嫌だから。困ったやつだ。せっかくのお話ですが、俺は自分の部下は自分で選びます。自分には自分のやり方があるので。これは命令だ、ゆこ。それとも私の決めたことに不服でもあるのかね。いえ、ゆこさん、よろしくお願いします。ゲストは到着したようです。カットファージャーカジャマ、お会いできて光栄です。キメムジです。おお、日本語はできるのか。이러를쓸줄아는구나라고하십니다형님。어르신들께하는인사말정도입니다。인사말외에는일본어를쓸생각이없습니다。전한국인임에대해자부심을가지고있으니까요。아조심하시오。그만。そのくらい自信がなくちゃ困る。さすがに韓国のすべての裏カジノを取り仕切ってるだけのことある。日本でも頼むぞ。キム・ヨンジェ。ちょっと待ってください。カジノは俺のアイディアです。なんでこんなやつに。お前は私の言う通り政治家になることだけ考えてればいいんだ。그리고사자님께서는지금까지유고씨가담당했던 K4 구역을당신에게맡기겠다고하셨어요。今なんて言った？俺の島のことだろ。もう必要ないだろう。お前には華々しい表の世界が待ってるんだからな。
오빠가 리에고 산이 つくなんて 마지 좋았었어요. 꿈이 내가 해봐 가나って 本当っすね. 근데 뭔가 遠い人になっちゃうんすね。俺嬉しいっすけど寂しいっす。ホッパーお願いです。今日だけは飲んでください。お前も一緒に龍吾さん好きだ。ひで、俺お前のオッパーなんだろ。じゃあ今日だけな。はい、ありがとうございます。俺一応ついていきます。はい、ダミー come on please my オッパー celebrate OK OK。 潜入捜査官の金山匠が風間龍吾に食い入りました。よくやった。だが間に合うか。あと90日。奴らの狙いは何だ。なんだよ。翔さんのことだけど。分かってるよ。お前のおもちゃすぐに返してやるよ。どうやって？はい、龍吾だけど今から来ない？リュウゴさん帰りましょう。なに、リュウゴの方がしつけられてんの。俺に指図すんな。立場をわきまえろ。すいません。ほら突っ立ってないで一杯飲めよ。うん、俺が飲めって言ってるんだよ。酒は飲みません。マサトは。消えてもらう。絶対にな。路中の取り締まり、早く民間委託になってほしいよね。空いた時間でさ、合コンいっぱいしようよ。いやだね。時間があったら昇進試験の勉強する。またそんなこと言ってんの。修復技人なんか慣れこないって。あきらちゃん、あおばちゃん
ごめんね、仕事中に。ううん、匠からまたお金が送られてきたの。すぐに調べてください。振り込んだ場所の近くに匠は絶対いるはずなんですから。